どうもです。こんにちは。じゃあこの間、できなかったっていうか途中までになっちゃった、フェティッシュの映画の中のね、何を見てその興奮するか興奮するかとかね、なんかそのちょっとしたことでもいいし、映ってるものでも、撮り方とか、あと音楽とか、なんか何でもね、こうそういうものってみんないろいろあるなって話で、この間トミさんが双子がやばいっていう話とか、うん、あとあのアメリカンナイトが、アメリカの夜ってやつですね、あの青くしたこうフィルターかけた、ね、青いそのあの疑似夜景みたいな、疑似夜そうですね、夜みたいなのがいいっていう、まあね、だけど疑似夜だってね、あのそうあれだから白黒映画とかだとより効果的だったりしますね、影見てると分かりますけど、ね、やっぱり影が、そうだから夜って設定なんだけども、もうこう結構明暗くっきり、そうだからものすごい月明かりの夜みたいな感じになる、そういう感じになりますよね、そうそう、だからでもああ昼間撮ってるんだなと思いながらも、なんかこうワクワクするんだよね。でも夜に見えるしね、そう、うん、なんかそういうもの、映画的な夜、確かに、っていう、そうすっかりだからそうマッドマックスあったっていうのをこの間思い出させてくれたけども、本当になくなっちゃったなって思ってたところだった。そうですよね、まあ、普通ではあんまり見なくなっちゃったのかなっていうね、でも他にもなんかいろいろそのこういうのはいろいろ掘ればいろいろありそうで、だから、なんかその手法的なこととかね、もあるだろうし、それからなんだろうな、なんかね、僕はだからその本当前も三笘さんも大好きだと思うけど、そのスプリットディオプターっていう、あの要は二焦点にするフィルターとかレンズを使ったデパルマをよくやる、こっちとこっちが手前にウィリアムカットの半顔が映っててみたいなね、そういうやつがやばいっていう、あのあれは本当好きで、なんかあのいつ見ても感動するんですけど、そうとかね、あとだからそのそれってでも本当はあのね、多分あの僕はその詳しくないんであれですけど、例えばドリー尾崎さんなんかは分かると思うけど、あのフィルってか分かるっていうか、その何が何っていうのは分かんないけど、見た時に分かるので言うと、この年代のこの会社のフィルムの色が好きとか、絶対すごいみんなあるから、あるそうこの色が好きとかね、だからまあ一般テクニカラー好きな人はテクニカラー好きだったりとかいうのもあるし、そうじゃなくてもそのなんか何年のコダクロームの色みたいなねであれ年によってやっぱフィルムの種類違ったり、発色が違うから、違うんだよね、そうそう、だからそれそこもね、あの、ありますよね、でだって今だってそういうことがあるから、なんか映画によっては、それこそマーベルの映画とかでもそんぐらいの感じにちょっと色調を、寄せたりとかね、そういうことも十分あるし、あとなんだろうな、なんかね、いろいろそういうのがねあると思う。照明の当て方一つとっても、なんか僕は、あのあこれもこのフェティッシュですね、僕はね、あの目のところに、あのそれこそね、あの昔の1931年 の、あのマジンドラキュラとかだと、あのベラルゴシがね、ドラキュラでこうやるときに目のここだけ目光があったってここだけ光ってる ね、だけど、まあ、ここだけじゃなくてもこういうふうに線でこういうふうに当てることもあるでしょ、あの、そうそうそう、ああいうふうに光当たってるのが超好きで、なんかあの人がギロッとかいうときは絶対そういうライティングにしてほしいんだけど、あの最近あんま見ないからもっとやれって思ってるし、自分の映画でもやりました、やった激怒で見れるやります、やりました、だってなんかそういうのもありますよね、これはこうしてほしいみたいな、あるあとだからその最近のっていうか、本当たまに割とあんまり頭のいい映画はやらないことなんですけど、なんだっけな、あれはね、本当最初のワイルドスピードとか、あとその頃あったトルクっていう超バカな、あの僕大好きなんですけどあのバイクレースとか、まあめちゃくちゃな話ですよ、最後スターウォーズみたいになっちゃうんですけどね、あの映画とかで見るなんかあの車のねすごいスポーツカーとかのガクンバンとかやった時、後であの CG なんですけど、カメラがなんかあのガソリンがバーっていって、ボーンと爆発してピストンが動いてゴーって廃坑まで行くのがワンカットで見えるみたいなのあるじゃないですか、あれすっごい好きであのあれ見るとなんかおっって思うんですけどね、そうそう、なんか本当にくだらないんですけど、なんかその中通っていくのがなんか気持ちいいみたいな感覚っていうのもありますよね、わかるけど小学生っぽい小学生っぽいけど、なんかあれはね、心揺さぶれるものがときめくものがありますよね、あのでもそういうのはだから僕とかは全然あれですけど、あのほら銃器が好きな人、あのピストルとかね、銃が好きな人とか、もういろんなフェティッシュあって、あのなんかでね、なんか詳しい
コシッと話したかな、なんか言ってたのは、なんか見て、いやあのすごい銃が撃ってるのは良かったんだけど、うん、薬莢が落ちる音がちゃんと入ってて良かったみたいな、あのちゃんみたいな、なんかそうそうそう、でそれそれからなんかね、そのね、なんか水冷式の機関銃かなんかのそのなんかね、蒸気だからなんか、そのそれ特有の感覚とかなんかあるらしくて、なんかそういうのがいいとかね、すごいフェティッシュだね、フェティッシュ、まさにフェティッシュですよね。でもそういうのはだけど、あの女の人はっていうような、うん、女の人はってことじゃなくて、ファッションが好きな人は、うん、多分すごくそういうところもいっぱいあると思うんですよ。そうだね、うんうん、なんかあのなんかこうなんかなんかその縫製がちゃんとしてるとか、うん、わかんないですけど、そのシルエットがやばいみたいな、うん、それってフェティッシュですもんね、うんうんうん、あの何の映画だったかな、これ日本映画なんだけれども、うん、セーラー服が衣装なのね、うん、でもメインの女の子だけここにタックが入ってるの、プリ、あのなんて言うんだろう、プリッ、プリッツっていう、なんかこう、こうなってない、内側なんかこうなってるってことですね、内側につまり立体裁断、こう綺麗にこう見えるように、うん、だけどもその他のクラスメートの子たちはダンとした感じの、うん、普通の普通にストンとしてるね、そうそう、うん、だけどもそのプリーツだってなんて言うんだっけな、こう詰めてある、ね、そうそう、こう詰めてあって、そうするとここの線が綺麗に、うん、出るんだけども、それはそのメインのその子たちの何人かだけっていう、うん、あそういうのも面白いですよね、うん、あのそういうのってあのなんだろう、例えばあのテレビのね、うん、あの食べ物とか、うん、消え物のやつ、ね、うん、とか、あとかまあコマーシャルなんかで、うん、そのハンバーガーとか撮るときってすごい仕掛けがいっぱいあって、うん、だからそのなんかテラテラ見せるためにな、蜂蜜かけたり、うん、中にだからいっぱい、中は本当は実は用事どころじゃない、なんかクリップとかも使って、うん、すごく立体的に構造立ててやる、重ねて あってとかね、かそれがこうなった時に弾むようになんか仕込んであったりとか、うん、いろんな仕掛けやるじゃないですか、うん、そういうのってすごい面白いなと思ってるし、うん、で多分それ今のおっしゃったそれも、うん、そういうのの一環だと思うんだけど、うん、あの僕もだからそのあの映画のポスターの撮影とかする時とかっていうのはやっぱりその詰めたり、うん、あのこうしたりっていうんで、だから見えない側とか結構すごいことになってますよ、うん、あそれはね、こっち側ね、こっち側、うん、でそういうあのそういう工夫っていうのもいつも面白いから、うん、あのなんかね、あのなんだろう、そういうの見ても、うん、そういうのもねやっぱりワクワクする要素、うん、こうやってんのかなとかね、なんかねあるしね、うんうん、そうあの、うん、そうだからなんかね、でなんだその例えば美術の美術さんが、うん、あのそれ日本映画でも外国映画でもそうですけど、うん、なんかあのうわうまいこと汚したみたいなあのあうまいことあるある、そうそう、うん、汚したあれはね、あの服とか の、うん、そのエイジングをやる人とか、うん、セットをそれやるとかも、うん、あの専門でいたりしますからね、うん、汚し専門の人がいて、うん、あのそれで言うと、うん、だから僕あれだ、あのね映画の中ですっごいうまいクモの巣が作ってあると結構感動する、うんあれがねグッとくる、クモの巣か、クモの巣ね、うん、でクモの巣いろんな作り方あるんですけど、うん、あのレーダースとかの雲のすごい良くて、うん、あのね、こう結構厚めのなんかいい感じの雲の巣があって、うん、こうね、手でこうやった時のプリプリプリっていく感じが外れて剥がれる感じが、うん、もう雲の巣で全然本物見えるなと思ってるんですけど、そんなわけないんだから、うん、超うまく作ってるんだなっていう、あ確かにそうだ、うん、ペリペリペこう外れていく感じでしょ、そうそう、なんかプリ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 ってくる感じがねなんかねうまくできてたあれって思う時ありますよね、うん、なんかだからその映画って面白いのは、うん、そういうのが全部本物に見えてる状態も面白いし、うん、作り物だって分かって見てる状態でも面白いっていう、面白いし、そうそう、どっちも面白い、そう、これを作ってる人がいるんだってことでさ、そうそう興奮しちゃうよね、興奮しますよね、うん、うん、確かにそうそう、そういう面白みはあるな、うんうん、そう、 でそういうのはだからなんかね、うん、なんだろう、そういうのをだから僕なんかそのなんかうまくできてなくても、うん、そのねやってるじゃんっていうことがもうすでに嬉しいから、うん、それをやってるじゃん、ね、やってるじゃんっていうね、うんうん、そうそう、だからそこになんか そういうフェティッシュもあるかもしれないやってる感じ、そう、なんかだから何かしらの、うん、本当ありえない映像を、うん、作るために、うん、なんか必要なものをなんか用意して、うん、それっぽいものをセットアップして撮ってるっていう構造自体がもう、うんうんうん、ワクワクしちゃうね、ワクワクしちゃうっていうのはありますよね、うんうん、
だってやっぱりそのなんかね、うわよくできてるみたいなことはみんな見たいはずだから、うん、それはなんかあのそれは本当これもまた語弊があるかもしれないけど、なんかディズニーランドとか行って、うん、行った時の楽しみをさらにこう、うん、あの追求した感じがするっていうか、うん、ディズニーランドなんか行くとそれこそビッグサンダーマウンテンでも、うん、どこでも行ってなんかこうあのうわうあのその嘘の石とか、うん、あそうそうそう嘘の石、ね、とかうまいこと作ってやって、うん、うわすごい嘘を一生懸命作って、あれなんか、うん、美大の学生とかが随分、うん、あのアルバイトでね塗ったりするんでしょ、うん、でうまく作ってあるなっていうのの、うん、あの究極のバージョンが多分映画だから、うん、あ確かにそうだよね、うん、うんでこちらから見た時に完璧に完璧にね、でだってその落ちてくる石だってそれ全部石じゃないんでしょ、うん、みたいな、あれが本当は重くないんでしょっていう、うん、そうそれも面白いし、うんうん、なんかそういうのあるな、うん、そう作ってる感じだよね、うん、そうそうそう、うん、まあ、そうなっちゃうと思う ね、うん、だからそうするともう全映画を作ってるっていう、うん、そのこう映画そのものに対してもフェティッシュみたいなことになっちゃうから、うんうん、まあ、結局そういうことになるのかなって思うけど、でも細かいこともほんといっぱいあると思うんだよな、うん、僕はあのあそうあでもその変なフェティッシュで言うと、うん、僕はあのこれはいろんなとこに言ってるかもしれないですけど、あのこれはほんとあのヘンテコフェティッシュで、うん、ヘンテコフェティッシュ、映画の最後に、うん、あのジエンドって出た時に、うん、ジエンドって点点点ハテナって出る映画がほんと好きで、うん、あのあれがあるとそれがあるともうね、うん、もう2本見たぐらい得した気持ちになるやったぜなんつってやったぜ、いい映画だね、そうそういい映画あれついてたらね、うん、そうそうあの100割増しになっちゃう、うんうん、そこでピンとか上がるわけ、上がる、うん、でそうそれもね、そうそうでもそのそれもね結構僕もだから激怒で、うん、自演の果てないしようかなと思って、うん、結構ね、うん、あの2ヶ月ぐらい悩んだんですけど、ね、やっぱりちょっとそれはフェティッシュに寄りすぎてあんまり本質と関係ないからしやってもバカみたいだからちょっと、ちょっと遠慮しようかなとかね、今回は見送って、うん、もっとそういうのにふさわしい企画の時にね、うん、そうあのやれれば点々ってはてなみたいなね、うん、そういうのが、うん、あの何だっけあのあれはね絶対のマックイーンの絶対の危機の続編の巨大アメーバの、うん、襲撃、うん、あれでもだからハテナで点々点々ハテナみたいなね、うんうん、でそあの最後もひどくてなんかやっつけたと思ったらアメーバがいて、うん、でなんか将軍みたいな人がうわったって言った瞬間終わるんですよ、うわったうわったじゃないだろうでなんかそういうでもそういうんで言うと、うん、だからその唐突に終わる映画好きなフェティッシュ、ストーンとは、うん、あのメイクアップみたいな、うんうん、ああいうのが、ね、メイクアップみたいなね、いいとかね、うん、いうのもあるし、うん、なんかあの最後に、うん、もうとにかく何でもいいからびっくりさせて終わりいいんだよみたいな感じでやってやるやつは全部好き、うんうん、あ、うん、今さ突然思い出したんだけど、ね、アルモドバルにね、うん、あの昔インタビューした時に、ね、アルモドバルはその60年代くらいの、ね、映画に結構出てるんだって、うん、その他大勢エキストラとかで、それでフェティッシュ映画じゃなくて何つったっけな、なんかまあ債権の時代、うんうん、債権でね、そういう映画ってで、じゃあそのアルモドバルさんを映画の中でスペインの映画見つけることができるんですねって一生懸命探せばって、見つけられるかもしれないけどもどれもいい映画じゃないよっていうの、うん、でね、そういう映画ってもう最後はね必ずその債権の若者たちがこの辺に花とかつけて乱入してくるんだって、ね、そのどんな話であってもそう、面白い、でその主人公たちがいるところ、ね、とにかくそのこう鼻つけてこう髪の長いヒッピーみたいな、ね、そのがすごい大量にやってきてめちゃくちゃにして終わるんだ、ね、超面白そうじゃないですか、そんなのがある、そうで、そういうのに随分出た、花なんかつけちゃってさ、あ、それはだからその頃のスペインのそういう映画の、うん、一つなんかそういう定番のフォーマットだったんですね、うん、面白いな、うん、って言ってた、だからそれ60年代の半ばくらいか、ね、それを見て、うん、それにオマージュを捧げたりしても誰も分かんない、うん、ね、それね、うん、だから探してみたいと、いやあんまりいい映画じゃないよなんて言ってたけど、でアルモドバルね、その時にね、唐草のね、あのほらあの泥棒がこうやって唐、はいはい、草の大きい風呂敷があるじゃない、ね、炭素にかけたりするやつ、ね、あれをプレゼントしたの、そしたらね、すごい喜んで、ね、で開けてここの辺にこうやって、でどうこれでビーチに行くの、いやービーチはなるほど、あれもね、その、うん、多分その
アジアの模様だから珍しいし、うん、そう色とか、ね、なんかすごく綺麗だって喜んでくれて、今にアルモドーラの映画に出るそれがなんかファッションアイテムとして出てきたら出てきたらね何の時かね、ハイヒールだ、ハイヒールの時だった、うんうん、そうそうか、まあ、アルモドバル映画もすごいフェティッシュだよね、フェティッシュですね、まあその本来のね、うん、本来のフェティッシュだよね、うん、題名ハイヒールだからね、それこそそうそうそう、うん、いや、うん、なんかでも本当そういうこと言い始めると、うん、キリがなくて、うん、なんだろうな、だから僕例えばね、うん、ミュージカルじゃない、うん、ミュージカルも僕大好きですけど、うん、ミュージカルじゃない映画に急に歌のシーンが入ってきたりすると、うん、もうそれだけで超幸せみたいなこともあるし、あとだけどほら例えばピンクパンサーみたいな、うん、アニメのオープニングが好きな人とかだと絶対いるし、うんうんうん、いろいろですよね、うん、だから本当なんだろう、そうやって考えると面白いことばっかりじゃないかっていう、うん、思っちゃう。あとね、戦車が出てくれば何でもいいとかタンクが出てくれば OK タンクが出てくれば OK、うんうん、とかね、いろいろありますよね、うん、だからそういうなんかいろいろだからそのなんだろう、そういういろんな種類の映画があるのに、うん、やっぱりその何かしらそのそういうすごいニッチなようなものでも、うん、いくつかそういうのがあって、なんかそういう定型みたいなことだと思ってるから、うん、多分フェティッシュが生じるんで、そうじゃなかったら、うん、多分その映画 その特殊な何かが好きっていうだけになっちゃうんで、うん、フェティッシュっぽくなるってことはやっぱりそういうのが繰り返し、ね、繰り返し、うん、全然ジャンルが違う映画でもあったりするしっていうことですよね、うんうんうん、そういうのもあって面白いな、うん、なんかね、あとは何だろうな、こう なんていうんですかね、ね、人がこうなんて言ったらいいのかな、これ本当変なフェティッシュっていう、フェティッシュなのかどうかも分かんないですけども、うん、これは多分お芝居とかの話になっちゃうんですけど、うん、すごい怒ってんのに、うん、にこやかに握手してるシーンが好きとかね、あ、あるね、そういうのね、うんうん、でそれとかあとね、やっぱりそういう時もなんか他の、うん、そう、あとクローズアップが好きっていうフェティッシュも絶対あって、うんうん、他のクローズアップの力ってものすごいものがあると思ってて、急にだから、うん、いきなりだよね、急にまあ、ズームもいいんですけど、うん、急にクローズアップが入ってくる期待するのとか、まあ、ズームはズームで、うん、そろそろなんかルチオフルチとか、なんかそれから昔の香港映画とか、まあ、タランティーノがそれすごいやってますけど、うん、ズームの気持ちよさっていうのもあるけども、うん、クローズアップ、ね、クローズアップ、急にそのなんかに寄った絵が入ってくるのが超いいとか、うん、まあ、これでもフェティッシュじゃなくて普通にその映画の面白さみたいな話になっちゃうのかな、うんうん、生まれて初めてサスペリア見た時にやっぱりなんか空港のところで、うん、いきなり自動ドアの上のメカのところガシャンってなんかアップで映るじゃないですか、であそこでうおっていう、うん、なんか今日はすごい変なもの見てるんだっていう感じになって、うん、ああいうのとか本当に好きですよね、うん、でそれが何なんだっていうと、いやでもまあ不安な気持ちをこうかきたてる何かなんだろうし、そう、うん、そう、積み重ねだよね、うん、そうそう、で嵐だし、嵐だし、うんうん、でまあ赤い照明とか、赤い照明とかあるし、うんうん、さサスペリアの話だと ここにほら映るじゃん、 あれは最初 どう思った、気がついた、全然気づいてなくて、うんうん、僕言われてからもしばらく気づかなくてこんな端っこなんだよね、そうそう、結構見づらいとこですよ ね、うん、だからそう言われてからも何かも見てんのに、うん、なんで俺だけいつも見えないんだろうそんな長いシーンじゃないから、そうですよね、顔がね、映って、それからこう叫んでるような、叫んでるね、タクシーでシーンね、そうそうそう、あれ監督映り込んでんでしょ、そう、そうで、ね、やりましたって言ってる、うん、うん、そっか、まあね、そう、ガラスとかね、うん、表面は本当鬼門だから、うん、ね、デパルマも、そうそうそう、スカーフェイス の、うん、クラブのシーンで、うん、カメラマンが頭抱えたって話に、うん、なりますよね、なんかね、だってそう鏡場でしょあれ、そうだからそうどっかに映っちゃうからっていう、うんうんうん、そうそう、だからファントム・オブ・パラダイスでデパルマ監督映ってますよって話をしてれば、うんうん、そうそう、だからまあ映っても、うんうんうん、いいっていうか、まあいいかってね、うん、でもそのアンタッチャブルの、うん、シーン、マッチ、はいはい、ショーン・コネリーがメモを残すマッチの数が違うのね、うんうん、あ、そうなんだ、そう、でそれは気がつかなかったんだ、
って全く誰も気がつかなかったんだって。だけれどもその映画が公開になったらファンからあなたの映画はこんなに完璧なのにあそこでなぜミスをしたのかって、いやそんなのねしょうがないじゃないですか言われるまで気がつかなかったって言ってた。よく見てるからな、うん、っていうかあのやっぱりね、うん、あの僕も人の映画だったらそれはめっちゃ見て、うん、が違うと思うんですけど、うん、撮ってる時のこととか考えると、うん、まあなかなかねそれはね、うん、分かんないことだっていっぱいあるだろうしな、うん、あの切り返しとかで明らかに違うとか、うん、なんていうのは私は逆にこう興奮する。いや全然いいです。あ、そう、そこ、あ、それフェティッシュですね。こうだって手の動き違うじゃんとか上げてなかったしとかって、うんうん、でも平気で繋いじゃってるじゃん、うん、全然繋がって見えますからね。そう、うんうん、そう、それをなんか見つけた時にいいとか、いいって、裏焼きとかね、そう、裏焼きとか、うん、うん、そう、うん、でもまあだってあのその映画ってとかってだからその全体の流れと印象だから、うん、その それを言い始めると多分全部ダメになっちゃう、うん、あのそれ言ったらどれだって それが全部できてるものなんて絶対ないんだから、うん、ってことですよね、うん、で ね、そこで止めたりしないわけだし、うん、同じ流れでこう最後まで行くわけだから、そうそう、うん、そうなんだよね。だからね、うん、あの見方が変わってきちゃったからってとこも確かに、うんね、で、まあ今は直せちゃったりもするから、うん、だけど、ね、撮影してる間だとどんどん時間経ってくから、うん、でだから何回もテイクやってて、うん、で切り返しでこっちのテイクのこれとこっちのテイクのこれとか組み合わせて使ってったら、うん、それは空の雲だって動くしね、そうそうそう、日差しだってだんだん変わってくるしっていうのはまあしょうがないことだから、うんうん、だし見てる時に本当に気づいてんのって思う時ありますよね、うん、だからよっぽど意地悪に見なかったらそんなの気づかないじゃん、うん、だから ここだけ見てるみたいな感じでね、それだとね、そうだから、うん、それはなんていうの、本当になんか そこだけに集中するような特殊な見方をしない限り気づかないんだったら、うん、まあいいですよ、うん、それはね、うんうん、ってことだと思いますけど ね、うん、なんかね、逆に今 CG でほらいろいろいじれちゃう、うん、ってことの方が何も起きなくってつまらない、うん、あ、そのね、なって、うん、そのなんだろう、偶然できることが、うん、偶然映っちゃったものとかは消せちゃうからってことですね、うん、そう、うん、でなかったことにできちゃうじゃん、うんうんうん、だからそれはなんか、うん、ちょっと寂しいものな。ああ、でもなんか昨日なんかそういう、まあ、モンスターメーカーズっていう、うん、まあ、モンスター作る人、特殊メイクとか、うん、ストップモーションアニメとかの人たちのドキュメンタリー見てて、それでも言ってたんですけど、その CG、まあ、何が一番変わったかっていう時に、うん、その作り物の時はそのどうやってもね、うん、うまくいくところといかないところがあって、うん、取っておいてうまくいくとこ使うんだけど、うん、CG になってからそれがなくなったっていう、そうそう、あ、うん、そっか、うん、でもね、そういうのも僕は別に CG も全然、うん、なんのなんていうの、何でもその道具だから、うん、道具っていうかその使えれば使ってだから何をしたいかだから、うん、その表現をするための、表現するためにね、うん、だからなんかそれってだからその CG だからダメとか言われると、うん、それなんでそのピアノ主義でシンセダメみたいな話でしょ、うん、でそんなよくわかんないなって思っちゃう、ね、うん、だってそのシンセでやりたい音楽が あって、それピアノでしかできない曲と比べてもみたいなことだし、うんうん、だからそのいろんなだからで全部例えばその両方使って例えばそのオーケストレーションみたいな曲やりたいんだったら、うん、それがどうなってるかの方が大事だから、うん、そこで、うん、もう何が何でもなんかピアノじゃないとダメとか、うん、昔の楽器を使えとかいうのは、うん、まあ、変な話になっちゃうかもしれなくて、うん、そこはだから臨機応変でいいかなと思いますけどね、うんうん、いいものっていうか面白いものを作るためにね、ね、うん、最大限に使えれば一番いいもんね、そうそう、うん、ね、まあ、CG だって別に CG だって大変なんですから作るの、うんうん、それは、うん、だし、うん、だからそこはあんまりねその原理主義的にならないっていうのは、うん、割と大事かなと思ってね、うん、もう原理主義的になっても最終的に映画なんて見れないですから、うん、ああそうだよね、そうそう、うん、リムイエルが撮ったカメラで撮んないとダメみたいな、どこから持ってくるんだ音とかありえない、ね、音とかありえないから、そうそう、みんなでこうやって黙って見てる感じもう一番元まで戻ってとか言ったらね、うんうん、やってらんないですね、そう、またもちろんそのデジタルになったっていうのが、うん、大きいね、うん、変化だっていうことはもちろん分かってるけども、うん、でもね
そのいろいろ変わっていくものでもあるからって、ね、うん、だからこれからだってその CG とかだって、うん、その CG のね、うん、あのソフトでやってるここがいいんですよねみたいなフェティッシュを持ってる人は絶対いるから、あるある、あれはこれを使ったんですよねみたいなね、そうそう、ここがいいですよねみたいなね、あるある、絶対あるから、そうそう、そうなんですよ。で、例えばなんだっけ、その J.J. エイブラムズがそのやってたスタートレックとか、うん、まあ、レンズフレア、ウースのレンズフレアがいっぱいあったんだけど、うん、あのレンズフレア作ってる人たちっていうのは、うん、のところが作ってるソフトとかって僕とかも使ってて、うん、だから実は同じのを使うんですけど、うん、そうするとやっぱりスタートレックなんか見に行っても、うん、いいなみたいな、同じだ、やっぱいいフレア出ちゃってるなって思ったりすることもあるわけで、フェティッシュ、いろんな面白さがある、うん、この話はでも僕と三留さんでこうやって喋るだけじゃなくて、うん、友達とかと話して絶対面白いから、ね、そうそう、うん、ぜひぜひ、映画の何なんかそのグッとくるポイントって、うん、多分上げたらね100個じゃ聞かないから、うん、聞かないと思う、そうそう、なんか教えてほしい、ね、なんか教えてほしいですよね、うんうん、お便りはこちらまで、ね、くださいこちらまでこんなフェティッシュみたいな、そういうのがね、そういう話もできます、ね、うんうん、そしたらまたこの話しましょう、まそうですね、はい、じゃあぜひ、なわけで、はい、じゃあまた来週、はい、さよなら。